はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん新パックは向きましたでしょうか。ルーラーズマスクね、これあのデスペアが入ってるパック、これね融合テーマ好きな人であればもう脳死で向いていただきたいあのパックとなっているんですが、今回はですねこのデスペアの道家アルベルタッチ、まあ、デスペアデッキですね、デスペアデッキの、まあ、ギミックをあの捕食植物にあの出張させた、捕食デスペア、これご紹介していこうかなと思ってます。まあ、OCG の方でもこんなような感じのデッキも、まあ、組んでまして、まあ、ちょっと楽園融合とかが今まだマスターにはないんですけども、これねデスペアギミックってすごい強いんですよ。まあ、これどういうねテーマかっていうと、デスペアンクエリティスって融合モンスターが今回はまあエースモンスターになってくるんですけども、デスピアモンスタープラス光または闇属性モンスターで作れるっていう結構緩い召喚条件で出せるモンスターなんですね。でこいつは要するに光闇属性テーマであれば相性がいいんですよ。であのデスピアの同期アルベルっていうモンスターがまあ初動になってくるんだけども、楽園劇場デスピアっていうまあフェード魔法で融合するカードを持ってくることができたりとかするんですけども、これレベル8以上の融合モンスターカードによって決められたあの素材で融合できるよっていうまあフェード魔法なんですよ。まあ、フェード魔法なんで毎回毎回使えるんですけども、これと相性がいいのはレベル80の融合モンスターを使う、まあ、テーマなので、まあ、結構いろいろあるんですけども、やっぱり、ね、捕食植物結構相性いいんですよね。まあ、なので、今回は捕食植物と組み合わせたデッキですね。で捕食ギミックは、まあ、あの前回の捕食植物デッキの動画でやってるので、まあ、ちょっと一回割愛させてもらってそこあの知りたい方は見ていただきたいんですけども、あのデスペアギミックを中心に説明していきたいと思います。あちなみにあの当たり前にエッジインプチェーンが入ってます。エッジインプチェーンはねあのこの、デストイパッチワークと融合とエッジインプチェーンを出張させるとガチでアドバンテージ稼ぐ能力が半端ないんですよ。なんでここはね、大体融合テーマだと僕は入ってますね。で、デスペラドキアルベルっていうモンスターはこれ何かっていうと、召喚特殊召喚に成功した場合、デッキから楽園魔法トラップカードを1枚手札に加えるっていう、まあ、シンプルにアドバンテージを稼いでくれるカードですね。はい、めちゃくちゃ強いです。しかも楽園魔法トラップなんでもいいので、まあ、これからね今後実装されるであろう楽園融合とかもあの手札に加えられますし、今回であれば楽園劇場デスピアっていうフィールド魔法で融合する、まあ、このフィールド魔法とか、あと、手札を1枚捨てるとデッキからデスピアモンスターを手札に加えるか特殊召喚するっていう最強のこの、まあ、初動札、この辺を持ってくることもできるっていう感じですね。で、2番目の方が結構強くて、このカードが墓地に存在する状態で融合モンスターが、効果でフィールドから離れるか破壊された場合、まあ、フィールドから離れた場合ですね、すると相手フィールドの効果モンスターを対象にとって、こういった特殊召喚しながら対象のモンスターが効果無効にできるよということなんで結構硬いです。融合モンスターを突破してもまた墓地からアルベルが特殊召喚できて、まあ結構ね戦線を維持できるっていう感じなんですよ。これがなかなか優秀ですね。で楽園劇場と楽園開幕から先に説明していこうかなと思うんですけども、楽園劇場は自分の手札フィールドからレベル8以上の融合モンスターカードによってまず決められた融合素材を墓地に送って普通に融合するっていう、まあシンプルに手札フィールド融合ですね。フィールド魔法なんで毎ターン発動できます。まあ、融合を持ってこなくても貼っとけば発動できるってことですね。で融合モンスター以外の自分のフィールドの表情の天使属モンスターが相手の効果でフィールドが離れるかセットが開始されると墓地のレベル8以上の融合モンスターを特殊化すると、だから、まあ、デスペアの同期アレベルとかあドラマトゥルギアとか天使属なんですけども、こいつらが破壊されると墓地からクエリティスとかが蘇ってくると、だすげえ硬いんですよこれ発動しとくと。今、これが破壊されたらこれが出てきて、でこれ破壊されたら、今度こっちが出てくるみたいな感じなんで、なんかかなりね、戦線維持能力が高いということですね。で、楽園開幕は、手札から捨てるとさっき言ったようにデスピアモンスターを、手札に加えるか特殊ができるか、でさらに自分のフィールドの融合モンスターが効果で破壊される場合に代わりに墓地のこのカードを除外できると、だからライトニングストームとかね、サンダーボルトとか、ああいう系のカードの破壊から免れたりもできるということで結構強いですね。で、手札を1枚捨てるっていう、まあ、要はあのアドソンのコストがあるので、このコストを基本的にはエッジインプチェーンにして、エッジインプチェーンは墓地を変えるとあのデストイカード持ってこれるんでパッチワークを持ってきて、でパッチワークでまた融合とエッジインプを持ってくるっていう、その無限コストみたいな、あの無限にアドバンテージを稼ぐっていうのが一番強い動きになってますね。でデスピアモンスターはこいつ以外にもいて、まずですねこいつですね、悲劇のデスピア、こいつは、効果で墓地を送られた場合、要は融合の素材になった場合ですね、このデッキで言うと、するとデッキから悲劇のデスピア以外のデスピアモンスターを手札に加えると、であのここであの例えばアルベル持ってきたりとか、あとこのドラマトリギア持ってきたりとかっていう感じになります。で悲劇のデスペアの墓地の効果も結構強くて、こいつを除外すると墓地の楽園魔法トラップカードをセットできるよっていう、もう一回だから一回使った楽園開幕とかをセットし直すことができるっていう感じですね。他にも楽園って結構ねあのマジックトラップカードいっぱいあったりするんで、使いたい方はぜひ見てください。ここからできるはちょっと枠の都合上で採用しておりません。でドラマトゥルギア、こいつがねめちゃくちゃ融合素材だと強いんだよ。
これあの融合シンクロエクシーズリンクモンスターが特殊召喚された場合にフィールドの効果モンスターを対象にとってそのモンスターの効果を魂の上で無効にするっていう効果を持っています。だからまあ自分でも相手でもなんか出てきたら、フィールド上のモンスターなんか無効にできるよっていうことですね。でちょっと重いかなと思いきや実はこれ自分で出てくる効果を持ってて、手札フィールドのこのカードが融合召喚の素材になると墓地から特殊召喚できるよということで、除外されても、ね、特殊召喚できるんですけども、こいつを墓地から除外して特殊召喚するか、または、素材で融合すると、出てこれると。だから、無効モンスターを1体そのただで立てられるみたいな感じなんですよね。これがめちゃくちゃ強いです。でこの辺がレベル8のモンスターだったりするんで、例えばあのグリーディーベロムフュージョンドラゴンのこのレベル8の闇属性モンスターとかっていうあの素材にもなれるし、あとあのスタペリアの、ね、闇属性モンスターっていう素材にもなれるし、あとあのスタベロムの闇属性モンスターっていう素材にもなれるし、キメラフレッシャーの闇属性モンスターっていう素材にもなれるし、まあ、もちろんクエルティスの素材にもなれるしっていうことで、まあ、めっちゃ相性いいんですよねこれが。まあ、こいつと、まあ、捕食植物とか、まあ、スターベノムを並べて、まあ、ぶん殴っていくっていう、まあ、デッキですね。で、結構融合できます。あの、手数めっちゃ多くなりますんで。あの、一旦に、まあ、3回くらいは基本的に融合できるかなっていう、まあ、そんな感じのデッキですね。で、エクストラデッキは、まあ、超融合用に結構いろいろモンスターが入ってたりするんですけども、あの、あ、デッキレシピ見たい方は概要欄に貼ってるんで、よかったら見てください。で、まあ、クエルティスだけ説明しとくと、デスペアモンスタープラス光闇属性モンスターが出せますよと。だから、まあ、アルベルと、まあ、ドラマトゥルギアとかで出していったりとかが、まあ、強かったり、あと普通にあの、ドラマトゥルギアとエッジインプチェーンとかで出していったりもできますね。で、このカード名の一連の効果はそれで一旦にしろ。1番、自分の相手のメインフェーズにレベル8以上の融合モンスターを除く。フィールドの全てのモンスターの打点がゼロにできる。だから、融合モンスター以外の打点をゼロにできるということですね。で、表側表示のこのカードが相手の効果で離れると、デッキから、デスペアモンスターか、アルバスの楽園を特殊召喚するか手札に加えると。これで、アルベルとかを特殊召喚して次の、まあ、楽園魔法トラップカードを持ってきたりとか、あとあのドラマトゥルキアでね効果無効にしたりとかっていう感じの動きになっていくかなって思いますね。はい。で、まあ、エクストラデッキはねあんまり出ないんだけど、一応レベル8が並ぶこともがたまにあるので、ディンゲルスが一応入ってるんだけど、あんま出したことないからここ抜いちゃってもいいかもしれないです。これね、楽園開幕っていうマジックカードがあの発動後ね、あの融合モンスターしか出せないよっていう縛りがついちゃうんですよ。だからね、この辺はねお好みでですね、まあ、出せることもあるし出せないことも結構多いっていう感じなんで、はい、もうちょっとなんか超融合のモンスター増やしたりとか、融合モンスター出せるモンスター増やしたりとかっていう動きをしてもいいかもしれません。はい、そんな感じです。早速ね、このデスピアの強さを皆さんにお見舞いしていきましょう。デュエルスタン。さあ、私の先行で行かせてもらいましょう。これどっちから行くの正解かな。アルベル通したいですね。アルベル通したいですが、どっちでも同じだな。どっちでも同じ感はあるな。楽園開幕かデスペアどっちか通んなかったら融合できねえもんこれ。楽園開幕活動、楽園開幕効果増殖する G を捨てまして、はい、で、まあ、通りそうだね。通りそうなんだったらデスペアのドラマトゥルトゥルギアでいいんじゃない。ドラマトゥルトゥルギア持ってきて、ドラマトゥルトゥルギアと融合してドラマトゥルトゥルギアも出していけばいいんじゃない。これで一応妨害札ちょっとだけ増えますからね。でデスペアのドラマトゥルトゥルギア出しておいて、でデスペアの同系アルベルを召喚、アルベルの効果発動。さあアルベルの効果により劇場デスペアを持ってきて、そして楽園劇場デスペアを発動。フィールド魔法により融合召喚を行うことができるぜ。そして楽園劇場デスペアの効果を発動。フィールド上のモンスター2体を融合素材として融合召喚。融合召喚条件はデスペアモンスタープラス闇属性または光属性モンスター現れろ。デスペアンクエリティス、かっこいい。クエリティスさんかっこいい。そしてデスペアのドラマトゥルトゥルギアの効果、墓地から特殊召喚できるぜ。こいつは融合さんやった場合特殊召喚できる。そしてエクストラデッキからモンスターが出てくるとフィールド上のモンスター一体の効果を無効にするという効果を持っている。そして、ドラマトゥルギアは邪魔してた、デスペアンクエリティスは、相手のまたは自分のメインフェーズ中にレベル8のレベル8以上の融合モンスター以外のモンスターの打点をゼロにするという効果を持っているぜ。セット弱そう。セットはあはあ、何このデッキ。あれ、これ令和だよな。今昭和じゃない、これ令和だよね。令和の遊戯王にした何この展開、そんなことある。
逆に困るんだけど、死者蘇生発動し、死者蘇生を発動、死者蘇生の効果によりデスペアの道系アルベルを特殊召喚、このモンスターは特殊召喚に成功した場合、デスペア魔法マジックトラップカードを1枚手札に加えることができちゃうよーん。まあ、デスペアとか楽園か、楽園マジックトラップカード持ってきちゃうよーん。なんかあるよーん。物忘れすごいカード入ってるね。すごいカード入ってるな。なんだこのデッキ、なんだ、わからん、マジでわからん、ガチめにわからん。これ何このデッキ、こういうデッキ一番怖えんだよな、マジで、マジで一番怖え、最も怖い。これわかんねえな。なんか物忘れ入ってる人のさ、クセカード怖すぎない？読めなさすぎる。これとりあえずスターウェイロン、フュージョンドラゴンを出す、出すで、ドラマトゥルギアも出す。いやあれ、あれなんだろうな、あのカードわかんなくて怖すぎるけども、行くしかないか。これちょマジでわかんないけど、まあ、ちょっと一回なんかミラーフォースが飛んできそうミラーフォースとかエアフォースが飛んできそう。大丈夫？あ、なんもねえわ。チェーン、クリッター、クリッターセット、え、なんかアルミラージさえも出さないの。なんかあまりにも昭和すぎる展開なんだけど、これこれ何をサーチされるんですか。マンジュゴット、儀式デッキか。え、でもなんか物忘れ入っててさ、クリッターセットしてからマンジュゴットサーチする儀式デッキって何？じゃマジでわかんないんだけど相手のデッキ読めなすぎだろこれ。相手のデッキ読めなすぎ問題発生中。ガチでわからん。やっぱ相手の動きわかんないっていうのが一番怖いですよね。まあ今のところ、まあでもスターベロンも破壊されたら、相手のモンスターぶっ破するよ。で、ドラマトゥルトゥルギアちゃんで、デクサデッキが出てきたモンスターの効果無効にするよ。で、クエルティスでフリーチェーン打点ゼロにするよ。っていう妨害かな。で、増獣で、ドローとウララで、まあ無効なんで、まあ大体なんか4妨害ぐらいありそう。数的には。デュアルサモンやばい。これあれか、マンジゴットを2体展開してくるっていうガチでやばいムーブされるかなんかされそうされそうじゃね。マンジゴット、マンジゴットはちょっと一回ウララするか。マンジゴットはウララしよう。打ちどころあんまなさそうだしな、ここぐらいしか。で、儀式魔法または儀式モンスターをサーチさせないよという効果。はい、さあ何を、あ、そういうデッキか。なるほど、そっちか。これ一回ちょっと増殖するうちだけ打っといて、でゴキブリ打っといて、まあリンク召喚やらシンクロ召喚やらは、まあとりあえず一回増殖する G でドローしますよの構え。はい、ドラゴン目覚め戦列、あ、いいね、なかなか強そうじゃん正眼か、正眼クリッターとか入るんですね。ちょ、あんま入るイメージなかったですけど。で、これでシンクロ召喚かなんかしてくんのか。この後はリンク召喚か。まあとりあえず増殖する G 通ってるから、まあワンキルさえ取られなければって感じかな。まあ、ウララ打っちゃってるから、もう増殖する G で引くカードは普通にコンボパーツでしかないから、あんまり手札いいはず引いたところで強いカードないから、このターンで死ななければ多分大丈夫。まあ、聖眼ってさ、こっから殺せんのかな。さすがに守備表示モンスターいなかったら多分無理だろ。カオスマックス出てきて、で、オルタナ、てか手札あれじゃない、あ、聖眼、オルタナ、カオスマックス、あ、じゃあ死ななそうだな。聖眼、オルタナ、カオスマックスは別にいいや。なるほど、儀式はできないですね絶対。で、オルタナ効果、どれ破壊されても裏目あるんだけど相手、まあそれが一番裏目ないか、それが一番裏目ないね。ドラマトゥルトゥルギア君、エクストラから出てきたモンスターがエクストラデッキから出てこないと何もしないんですよおっと、一体で、あ、リンクリボーかな。はい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 、リンクリボーいいよ全然。太鼓の知らしも全然いいよ。で、全然いい。てかそこ使っちゃうんだ。なんかハリーファイバーとかも入ってないのかな。ハリーファイバーから太鼓もう一回持ってきて、でなんかリンクリボーとかにした方がまだ増殖する時期やってことかな。メインフェーズ終了前、打点ゼロにする必要ねえな。全員打点殴れねえしな、オルタナティブはゼロにする必要ねえわ。そのままスルーでいいね。はい、どうぞ。誰も殴れない、誰一人このモンスターたちを殴れない。メイン2入る。リンク召喚かなんかしてきてくれると嬉しいんだけど、何もしてこない。メインフェーズ終了前、何もしてこない。オッケー、何もしてこなくて太鼓の支配者の効果どうする。あ、オッケーで、ブルーアイズ系のモンスター出てくるね。アルティメット、
アルティメットイニシエムーブしてるなこの会話イニシエの会話セットって感じだわ。もうちょっと令和だから強がってると思うけどね。カードでスタンバイフェイズ、メインフェイズ入ってパッチワーク発動で、パッチワーク効果融合とエッジインプチェーンを持ってくるとかいうマジぶっ壊れカード。はい、これなんでこれ2枚サージできるのかな。これ絶対おかしいと思うんだよね。なんでさデストロイだけさこれ許されてんの。これおかしくね。でとりあえずモンスターだって全部ゼロにして、全部ゼロにした後に自分だけ展開するっていう中途行為をしていく。まず楽園開幕を発動、楽園開幕の効果によりデストロイパッチワークを墓地送り、これですね悲劇でいいかな、悲劇特殊召喚していく。はい、でどっちから使ってもいいんだが一旦融合かな、融合発動、悲劇のデスピアンと融合モンスターで融合していくか。でここでやっとプレデタープランツ要素出てくる。プレデタープランツ要素ここ初めてなんじゃね。全然プレデターから出てきてないもんね今回。ドラゴンスタープレイヤー出していく。そして悲劇のデスピアンの効果発動、効果で墓地を送られた場合デッキからデスピアモンスター1体を手札に加えることができる。そしてさらにスタペリアの効果発動していく。リンクあんま意味ないかでもこれ意味ないけど、まあ、殴ったら勝ちだけどねこれ実写実際ね。楽園劇場デスピア効果をクエリティスですね、手札のドラマトゥルトゥルギアとエッチンプチェーンで融合召喚、現れろデスピアンクエリティス融合召喚、かっこいいクエリティス。そして、融合召喚に成功した場合エッジインプチェーンの効果チェーン1、そしてチェーン2デスピアのドラマトゥルトゥルギアの効果と、ドラマトゥルトゥルギアは、融合素材になった場合墓地から蘇ってくるとかいうぶっ壊れ効果を持っている。そして、手札に加えるのはとデストロイパッチワーク、さらにスターピロモンフュージョンドラゴンの効果により貴様のオルタナティブの効果をいただいた。そしてブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンの効果とくたまれリンクリボー、よしこれでバトルフェイスだ。さあ懺悔の用意はできているか、いけデスピアン超ウルトラハイパースーパーウルトラキック、よーし、ちょっと盤面これかっこよくないですか。ユーリの声優ってさイコールユーヤの声優でもあるしザークの声優でもあるんでしょ。なんかすごいよね、一人三役ってことでしょ。あれセリフ量半端なさそうだけどね、アークファイブもね。これどっから入るかな、これは一回パッチワーク入るか、パッチワーク入る、あ通りそうだな、パッチワーク入る、融合とエッジインプチェーンを手札に加えていくという効果。はい、で開幕発動、開幕からのチェーンステル、これが強いんですよね。その開幕でチェーンステル動きできるのめっちゃ強くない？あ、そんなのない？で、アルベル特殊で特殊召喚成功時効果発動をチェーン1、こっちにすれば絶対に裏ラークらないで、エッジインプチェーンの効果も発動、こっちに裏ラークされてもいい、もんなんならワンチャン、はい、オッケー、なんもない、誘発なんもないな。で、デストロイパッチワーク手札に加えながらアルベル効果で劇場を持ってくることができてしまうといったところ、これ最強じゃね、手札どんだけ増えるまあ融合ってのはでもこんだけ手札が増えないとアドバンテージがね稼げないですからね。でデスピアンクエリティスこことこれで融合していく。でクエリティス出していく、守備表示でもいいな、守備表示でいい。でかっけえクエリティスマジかっこいい、クエリティスマジかっこいいわ本当に、このイナバウバーみたいな体勢ね。でドラマトゥルギア、スタペリアは別にいいか、スタペリア なくてもいいや、スタペリアしないでいいや、もうこれでいいや、多分なんとかなる。これで一応エッジインプチェーンとねクエリティスでスタペリアも出せるんで融合使えばね、手札結構使えますけど、そうすると一応スタペリアの効果でモンスター効果無効とクエリティスの効果で1回無効があるから2回無効みたいなことできるんだけど、魔術師、魔術師ね、魔術師ね、ペンデラムコールね、オッケー。クエリティスって結構ね打点下げる効果持ってるから意外となんかなんとかなるんだよね。
でしかも効果で破壊されたらさ、クエディスの効果でデッキからあのアルベル出してきたりもできるんでね、はい、で劇場の効果でドラマトルギー破壊されるとまたクエディス戻ってきたりするんで意外と硬いっていう盤面。長そう、めっちゃ長そう。じゃこのデッキ俺触ったらよかんだけどめっちゃ長いっていうことだけは分かるわ。多分さ、こうエレクトラムの効果を無効にすればいいんじゃない。エレクトラム君の効果発動にチェーンしてデスペアのドラマトゥルトゥルキアの効果を発動、フィールド上のモンスター一体の効果を無効にすることができるぜ。さあヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果はしっかりめに無効になっていく。よし、これで多分止まる。それも無効だよ、それも無効だよ。強いねドラマトゥルトゥルキア君、強いわ。めちゃくちゃ並ぶやん。もうそろそろやめよう、ぶん回すの。あ、終わり？そうなんだ、そんなもんなんだ。へえ、まあ、とりあえず楽園開幕効果発動、エッチインプチェーン墓地送りながら、これはこっちでいいか。アルベル特殊召喚、はい、で特殊召喚成功時アルベルの効果どっちでもいいな、これは。アルベル効果チェーン1で、エッチインプチェーンの効果はチェーン2で発動。いやこれコストでね、あのコストがコストになってるのがいいよね。だからちゃんとそのアドバンテージを稼げるカードを持ってこれるっていう、これがやっぱシナジー素晴らしいところですよね。で開幕持ってくればいいですねこれね。もうはい、開幕しすぎでしょ、どんだけ開幕すんの。でですね、ドローフェイズ3で金次来た、金次郎来た、やっと捕食来た。でまずデストーイパッチワークを発動、デストーイパッチワークの効果により融合とエッチインプモンスターを1枚ずつ手札に加えるとかいうぶっ壊れ効果、これによってさっきまで手札が全然なかったのに急にまた手札が6枚になります。これ最強ですね、なんか効果ありますね。何ですかこれは、わかりませんが、とりあえず融合とエッチインプチェーンは手札に加えさせていただきますよ。はい、そしてだな、一旦開幕打ってもいいな、開幕打ってもいい、開幕打ってよくて、で開幕でもうデストイパッチワーク死んでるから、これパッチワーク切っていいな、これでパッチワーク切る。そしてデッキよりデスピアンドラマトゥルトゥルギアちゃんを特殊召喚させていただくよ。でほいでですね、金次郎召喚。さあこっから宇宙のような展開が始まるぜ。まずは融合こんなにいられな。今融合4回できるんですよ、金次郎効果融合融合劇場っていう融合4回できるのやばくないですかこれ、融合4回って。サンデル金次郎とここは1回ドラマツルツルギアですね、ドラマツルツルギアちゃんの効果により、いけプレタープランツ、キメラフレシア、キメラフレシア融合召喚したため、墓地のデスペアのドラマツルツルギアの効果、そしてドラマトゥルトゥルギアは墓地から蘇ってくる効果を持っている時空のペンディラムグラフ、これは何するマン、破壊するカードね、このカード2枚破壊できなかった場合フィードのカード1枚選んで墓地を送ることができる、なるほど、やるな、あ強そうだな、強そうだなカードだな、これどうせあれだろ、それ破壊できないんだろ、2枚破壊できないから、まあ、ちょっと楽に開幕効果使うか、じゃあ破壊できんのかい。じゃあ破壊できんのかい、マジか。ってことはこれ、あでもどっちにしてもまあ1枚除去されるのはまあしょうがないか、はいはいはい、オッケーオッケー、いいよ。でドラマトゥルギア特殊召喚できるで、墓地のデスピアの同期アルベルの効果が発動できると、融合モンスターが破壊されたのでフィールド上のモンスターを1体効果を無効にしながらこのモンスターを特殊召喚するという効果を持っている、あいいよ、なかなかいいんじゃない。でシドク君は破壊されるとフィールドの表側表示のカード1枚を破壊する、おい破壊しすぎだろお前、ふざけんな。なかなか強いなお前、やるじゃないか、うわクエルティス、クエルティス効果発動する必要はない、クエルティスが破壊されてしまった、クソ融合モンスターを全処理してきやがった、クソ許さねえ。アレベルを特殊召喚していく、でクエルティス効果発動するとなんか出せるんですねこれね、はい、デッキから、めちゃくちゃ並ぶな。めちゃくちゃ並ぶな、バカみたいに並ぶな、アルティメットドラマツルギアできたわ。
アルティメットドラマトゥルッキアできたわ。ドラマトゥルッキア3体並んでるところなかなかないですからね。これで一回ちょっと融合するか。フィールドのモンスター、フィールドの闇属性モンスター2体で融合召喚。現れろ魅惑の香りで虫を誘う、なんか二輪の花がどうのこうの。スターペロムフュージョンドラゴン、スターペロムフュージョンドラゴンの効果を発動。このモンスターが融合召喚に成功した場合、相手フィールド上の特殊召喚されたモンスター1体の打点を吸収させてもらう。俺はヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果を無効にしながら、スターペロムフュージョンドラゴンの効果によりお前のフィールド上のオッドアイズペンデラのドラゴンの打点を吸収させてもらうぜ。強っ強くね。3000、3000、3000、5300、これ足りないだろ、足りてるよねこれ。え、俺算数できてない、これ足りてる、大丈夫で、これ5300でぶん投げでしょ、はい、ドゥルッで3000でぶん投げでしょ、はい、ドゥルッ、あ、足りた、オッケー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 、よし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 。アルティメットドラマトゥルギアパンチ、これさ、ドラマトゥルギア ×3 とかで作れるなんか史上最強の融合モンスター出してほしいよ。大戦ありがとうございました。ミラジードいないからあれだよね、楽園融合とかいつ来るか分かんないよね。OCG の方ではですね、楽園融合とかいうなんかヤバすぎるぶっ壊れ融合カードが登場して以降、まあ、その楽園融合を出張させてなんか融合テーマがなんかバリ強くなるみたいな話あるんですよ。まあ、それがいつ来るかっていう話ありますよね。ドクロバットジョーカー、はあ、ドクロバットジョーカーからの君誰ですか、ペンデラムコール、いやマジでね、魔術師的わかんないんだよね。なんかさっきも当たったんだけどさ、さっきはなかなかいい感じになんかこっちの先行で展開したドラマトゥルギア君とかがかなり仕事をしてくれたんで、まあ強かったんですけど、みんななんか魔術師よく回せんな、全員エンタメデュエルしてんな。俺榊優也嫌いだからさ問題発言、俺榊優也好きじゃ、榊優也ってか、榊優也の父親の方が好きじゃないけど、どっちかっていうと榊優勝の方が好きじゃないけど、榊優也はそんなに好きじゃないんだよね、キャラクターとしてゆずちゃんが好きなことだけは認めてやるわ。あ、ヒロインを大切にしてるところだけは認めてやる。なんかすげえいっぱい出てきた、覇王剣竜スタブメロン誰、なんかインスタントフュージョン、はい、なんか効果コピーする人ですよね。あ、リリカルスキンやインディペンデントナイチンゲール、あ、やばい、なんかこいつなんか、あ、なんかやばいぞこれ、なんかバーンダメージ持ってなかったか、